小林真央さん死去最後の言葉は愛してる。乳がんで亡くなった小林真央さんは生前16年9月4日ブログにこんな言葉を残している。私も後悔していることあります。あの時もう一つ病院に行けばよかった。あの時信じなければよかった。その言葉からは病院や治療の選び方についての後悔がにじむ。とりわけ彼女はがん告知までの意思、病院の選択を深く悔いていた。なぜならその過程で医師ががんを見落とした可能性があるからだ。真央さんが初めてがんを意識したのは一重陰陽不14年2月夫の市川海老蔵と人間ドックを受け、医師にこう告げられた。左乳房に歯こぶがあります。これはしっかり検査してみてもらった方がいいので、なるべく早く病院へ行ってください。真央さんががんの可能性もあるということですか?と尋ねると、五分五分です。この段階でがんのリスクははっきりと真央さんに提示されていた。しかしその直後、真央さんは都内の虎ノ門病院でマンモグラフィ検査などを受け、がんを疑う状況ではないと告げられる。真央さんは重ねて細胞を直接採取して調べる生検の必要はないかと確認したが、医師は必要ないでしょう、心配いらないですよ、半年後くらいに念のためまた見てみましょうと答えた。真央さんはほっと息をついた。ところが検査から8ヶ月経った同年10月真央さんは左乳房にパチンコ玉のようなしこりに気づき、不安を胸に再診を受ける。しこりについて虎ノ門病院の医師に報告し触診を受けた。だがこの段階でも医師は大丈夫だと思いますと判断していたという。しかしエコー検査をすると医師の表情が曇る。脇にもしこりがあると分かり、ようやく生検を受けることになった。そして検査から約10日後の10月21日がんが告知された。真央さんの担当医はかなり迂闊だったと思いますと指摘するのは、乳がんを専門とし数千の手術を行ってきたベテラン医師である。検査の段階でつまずいていた可能性が高い。当初担当医はマンモグラフィを使ったようですが、授乳中はマンモグラフィが映りづらい、様々な可能性を考えて生検も行うべきだったと思います。もちろん乳がんは診断が難しいですが、真央さんの例に限らず医師が独りよがりに診断を下してしまい、これで診察は終わりと打ち切ってしまうケースは見受けられます。大抵は経験が浅かったり過去の失敗の反省がない医師ですね。小林真也さんが YouTube やブログで市川海老蔵さんの今までの行動を暴露し話題になりましたが、 YouTube やブログを見ると二人の間には確執があったのではと思える内容が暴露されています。市川海老蔵さんは小林真也さんの妹の夫で小林真也さんの義弟ですが、市川海老蔵さんといえば女性関係の噂が絶えないモテ男です。小林真也さんと市川海老蔵さんの間に確執が生じたのは、小林真央さんが2014年に乳がんが発症し、その後2年8ヶ月の闘病生活中の市川海老蔵さんの行動に小林真也さんが不信感を抱いていたからです。なので小林真也さんと市川海老蔵さんは6から7年前から確執があったのではと思われます。小林真也さんと妹の小林真央さんはとても仲の良い姉妹で、小林真琴王さんの闘病中も小林真也さんが
仕事を休業し看病をしていました。小林麻耶さんは小林誠王さんが亡くなった後は市川海老蔵さんと同居し、姪や甥の面倒を見るなど良好な関係だと思っていましたが、この頃には確執があったようですね。小林麻耶さんと市川海老蔵さんが不仲になったのは、小林麻耶さんが離婚したことを市川海老蔵さんがブログで発表したことが原因ではと思われていましたが、それ以前の小林誠王さんの闘病中の市川海老蔵さんの行動や数々の女性関係、そして金銭問題が関係しているようですね。私は小林麻央さんが闘病中の頃は市川海老蔵さんと小林麻央さんのブログを読んでいましたが、その頃のブログは病床にある妻小林麻央さんとの仲睦ましい様子が載せられていて、小林誠王さんの看病や子育てなどを懸命に行い、今までの悪い噂が嘘のように良き夫であり良き父親のイメージに見えましたが、市川海老蔵さんは麻央さんの病室を訪れても5秒で帰ってしまったことや、病に苦しむ麻央さんの病室で競馬新聞を読みながら競馬の実況放送を楽しそうに見ていたことなども暴露していました。そんな市川海老蔵さんの行動を近くで見ていた小林麻耶さんは、その頃から市川海老蔵さんには不信感しかなかったと思います。また小林麻央さんが亡くなった時に、なぜ病院での治療ではなく民間療法だったのか、その治療法に疑問を持った方も多いと思いますが、私もその一人です。小林麻央さん本人や親族は病院での治療を望みましたが、市川海老蔵さんが癌なに民間療法をやめさせなかったことで病状が回復せず、妹の小林麻央さんを失ってしまった。病院で治療を受けていれば病状も回復できたのでは、そんな思いから小林麻耶さんは市川海老蔵さんに強い不信感を募らせ不仲になった理由と思われます。仲良し姉妹だったので、その時の辛い思いはいつまでも忘れることはできないと思いますね。他にも女性関係やお金に関することもあるようですが、これらは小林麻央さんと結婚前から噂があり、小林麻央さんが亡くなった後でも頻繁に噂されていますので、まだまだ出そうですね。小林麻央さんの闘病中の頃の市川海老蔵さんのブログでの仲睦まじい2人の画像を思い出すと、あの笑顔の2ショットが霞んでしまうようなことが起こっていたようで驚きましたが、2022年3月27日小林麻耶さんは海老蔵から襲われた時の話というタイトルでブログを更新。ブログの内容は、妹の麻央さんが亡くなってすぐ海老蔵宅で襲われたという衝撃の展開でした。目を開けると海老蔵が私の上に覆いかぶさっていました。海老蔵が私の耳元で愛してるって言って麻央がいなくなって寂しいんだ。あまりの恐怖に声が出ませんでした。めちゃくちゃな麻央取り獅子ですよね。その翌日のブログでは、海老蔵さんの名前は出していないものの、俺の子供を産んでほしいと言われた内容を綴っています。あのさ、麻耶ちゃん俺の子供産んでよ、小林かってさ、なんかいいじゃん。そしてこの言葉は妹の麻央さんの前で言われたとのこと。麻央さんが生前の頃から海老蔵さんが小林麻耶さんに言い寄っていたことがわかります。しかも麻央さんが病気と戦っていた時だと考えると、ひどすぎる内容に気持ち悪くなってしまいます。表舞台に立つ海老蔵さんが小林麻耶さんを襲ったのは本当なのでしょうか。信じがたい内容ですが、海老蔵さんが襲ったと言われる理由について調べてみました。まん延防止の最中に
複数の女性との密会が報じられるなど、頻繁にデートをしていた海老蔵さん。その中で SNS でナンパしたパパ活女子の証言が、小林麻耶さんのブログ内容に一致する部分がありました。海老蔵さんが真央がいなくなって寂しいんだって、悲しそうにこぼしたんです。小林麻耶さんのブログにも、同じ内容がありましたが、初対面の女性にホテルで言うセリフじゃないですよね。明らかに、同情を引いてつけ込もうとする下心が見え見えです。さらに、パパ活女子からはこんな証言も、何度も愛しているって言って、言ってと求められたことが強く印象に残っています。初めて会った女性に、愛しているを言わせるってちょっとドン引きです。小林麻耶さんのブログでも同様に、海老蔵さんが俺のこと好きなど気持ちを求める内容がありました。すると海老蔵は俺のこと好きと聞いてきました。どこが好きなの、言ってみてと海老蔵が耳元で囁いてきます。パパ活女子と小林麻耶さんの証言の一致が、海老蔵さんが妊娠を迫ったと言われる理由なのかもしれません。真央がいなくなって寂しい。と真央さんが亡くなったショックから、女性に手を出す行動を肯定しているように見せている。海老蔵さん。海老蔵さんはもともと様々な女性との関係が報じられてきた方ですからね。本人は報道後も変わらず子育ての様子をブログに上げています。本人的には、女遊びをしても、いいパパはいいパパだと考えているのだと思います。一連の行動についても、海老蔵さん自身は自然体なのだと言います。この分析から考えると、海老蔵さんが小林麻耶さんに妊娠を迫ったことも、海老蔵さん自身は悪いと思ってないのかもしれません。小林麻耶さんとは知り合いだったというガーシーこと東谷義和さん。小林麻耶さんの暴露 YouTube を見た当初は、洗脳されているように見えると話していましたが、実際に電話をして考えが変わったようです。電話を終えた後も東谷氏は、麻耶さんの言っていることは真実だと思う。洗脳されていないことをみんなに理解してほしい。と語っていた。昔からの知り合いであるガーシーさんは、小林麻耶さんの洗脳されている説を否定しました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。